京都円町のとんかつ丸美さんです。ここは、いろいろセットがいろいろ充実しておりまして、エビとかイカとかいろいろあるんですが、豚天とかも、結構有名なんですよね。で今回はセットのとんエビ、とんかつとエビフライ店も好きなものばっかりですよね。もうこれ最高でございます。多分とんかつだけで打った方が分厚かったりするんでしょうけれども、僕これぐらいのとんかつも大好きなんですよね。で揚げ物とご飯美味しいですよね。ご飯飲める感じでつるつるいってしまうっていうのはこういう感じだと思うんですけれども、でエビフライです。さっきキャベツか。でエビフライは、タリトルソースじゃなくて、特製ソースなんですけども、やっぱこ特製ソースでも非常に美味しいですね。場所はこの辺でございます。円町より南の、大志道の西に行ったところですね。ここ円町でとんかつ岡田さんもあるし、もうちょっと東に行けば、豚ゴリラもあるし、洋食屋さんも結構いっぱいあるんですけれども、それぞれ特徴があってどれも美味しいと思うんですけれども、またですね行きたいと思います。とんかつ食べたなってきたな。それでは、また明日です。ありがとうございます。